12月26日、松山市御幸1丁目の愛媛県護国神社で新年に向けての準備と大絵馬の奉納が行われました。この日は護国神社の神職らが御神門におよそ9メートルのしめ縄飾りを取り付け、新年に向けての準備を行いました。また松山市出身の墨絵アーティスト重本秀吉さんが描いた来年の干支うさぎの大絵馬が披露されました。護国神社の大絵馬は新年の開運を願って平成29年から毎年奉納されているもので、今回で7回目となります。高さおよそ3メートル、横 3.5 メートルの大絵馬には力強い筆で躍動感あふれるウサギが描かれています。この絵馬はですね、来年に向かってですね、飛躍の年となりますように力強くですね描かれております。世界が平和でありますようにということとですね、皆様にとりまして健康で、良い年でありますようにという願いですね、はい。ぜひですね、開運という形もありますので、ご利益をいただくようにですね、記念撮影等々ですね、撮っていただいてですね、参拝をしていただいたらと思います。県護国神社では新型コロナウイルス感染防止のため来年1月いっぱい初詣を行っているとのことで、無理のない分散参拝を呼びかけています。なお愛媛 CATV のお知らせチャンネルでは31日の夕方から1月9日の夕方まで県護国神社と椿神社の初詣の人出状況を確認できるライブカメラの映像を放送しています。分散参拝にぜひご活用ください。